でございます。恐れはしない何があっても怯まずに UFO 食べるの朝からめっちゃ寝癖すごいんだが、寝癖ってなんでつくんだろうね。さすがに寒いよね今日は。もう暖房入れたよ。私は暖房を入れましたけども、ちょっと冬が恋しくなってきた。さすがに強制が痛すぎる。今日寒いよね。だよね。おはようございます。あ、ダメだ、ちょっと待って、めっちゃ歯が痛いからちょっと待ってね。え、信じられない、今日平日か。
あ、予約入れてなくてよかった。 OK 復活。バックスを入れた。あれ、なんか近いなカメラ。今全然見えてなかったんだよね、視力がなくて。このとこにカメラあったんだ。よいしょ。傷つくこと恐れはしない。何が昼まずに寝癖がついてる。おはよう。おはよう。う。ベロがズタズタだ。ございます。2週間後星集め行ってきます。待って待って、なんか始まっちゃってる。そんな感じだったか。そうだ、星が必要なんだね。ちょっと待って、顔化粧水しよう。なんか朝からファーストバビットが、私を襲ってる。よいしょ。え、楽しくなってきた。なんかなんであそこの朝早くから配信してんだろう。ST イベント始まった。違う、始まってない、私だけ。私だけ。夜は消灯時間なんで配信ありがとう。え、なに修学旅行。修学旅行に行ってるな。さては、おはよう。地雷をちょびっと先取るぞ、ファッション雑誌を開くのじゃ。すげえ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 水着、すげえ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 おしゃれ。女子たちみんなが勝負時、ライバルなんかや負けないって。たまにはセンチに、ロイヤルのせ。なんとかかんとかよ。はい、夢だったのとスラッシュ。
コンタクト入れるか迷うな。朝から1355、嫌だ、やばい、身内だけでやりたい。なんか自分のファンしか見れないショールームできないかな、やだ、初めましてだって。やばい、雨の日の頭の痛いやつの感じがしてる今。今日は黄砂、お疲れ、黄砂が飛んでる、黄砂ですって。黄砂、あの車に積もってるやつかな、あれでしょう、きっと。コンタクト入れよう。おはようございます。新しい自分を、してあげたい、何何でこうした、してた？やば、血色感な。日焼け止め塗ろう。コンタクト最初怖くなかった、めっちゃ怖かった。あ、元気になった、コンタクト入れたら。何だっけ、何しようとしたんだっけ、もう日焼け止めね。やばい、歯痛すぎる今日。なんで歯っていうかベロがズタズタなんだよな。
なんかカメラが低い。フレンチトースト？まあまあ2時間以内に作るよ。フレンチトースト作る。2時間以内に作る。まずこの画面に映る自分の画面のクオリティに耐えられるようになってからの話を、すべては。寝起きすぎ、あまりにも。出かけてもいいですか？いいよいいよ、出かけな。あいうえよあいうえよ。アリちゃん毎朝配信してんの？すごっ。そっか、でも夜できないこと多いよね。10時までの制限あったら。10時とか家ついてないこと多いもんね、きっと。そりゃそうなるわな。アリちゃんもともと8時までだったの？8時って何？8時におやすみバイバイってなるってこと？なんかでもファンにとってはありがたいかもね。私みたいにさ12時まで毎日やられると結構生活リズム的にしんどくない？8時に毎回終わられるとさ、ファンの人もちゃんと生活ができるよね、自分の。福田推しは24時の制限あったことないからな。今日最初から12時までできたよね、多分。今日から12時までできるとかなかったもんね。さこちゃんやっと9時までになったの？なんだそりゃ。そうなんだ。そうなんだ。面白いね。私24時でも無理って思うもん。さ、例えば終電で帰ってきたらさ、11時とかにさ、11時59分にさ広島駅着いてさ、家帰ってきたらさ普通に1時ぐらいになるわけって考えたら、なんかショールーム2時ぐらいまではやらせてほしいなって思う。終電で帰るイコール朝配信をしなきゃっていう脳みそがあるんですわ。元気があれば。2時ぐらいまでやってほしい。2時ぐらいまでやってて、だって私どうせ2時ぐらいまでここの椅子座ってダラダラしてること多いしね、配信終わった後だったらね。
いやでも昨日の夜はちゃんと洗濯物干して寝た。昨日1時には寝たな。久々にそんな早寝をした。めっちゃ偉かった。寝るときに時計見て、え待って角度が薄いってなった。いつもこれぐらいの角度の時に寝てるから。1時角度が、角度が薄いわよあなたってなりました。偉かった。だから生活満足度が高い。そう、薄い角度。直角超えるとね、ダメなんですね。はよー、やばい、ジャングフード食べたくなる。髪の毛ちゃんとしたらだいぶ持ち直した。メンタルが前なんかさ、誕生日までさ2週間って考えるとめっちゃ先だわ。ね、もうすぐ誕生日だねってなってるけど、結構先。やばい、22のうちになんかやっとかないけんことあるかな。もう誕生日ギフトが表示されてる。あ、この逆に今日17、今日から1週間は表示されるけど、また29までなくなるんだよ。すごいね。なんかね、1週間謎のシステムがあって、誕生日ギフトね22まであるけど、23から28は消えます。あ、消えないか。前後3日間はあるんだっけ。なんかとりあえず多分1回消えるよ。なんか AKB ウィークの間は多分あるんだよね。なんか3月前の子全員あるみたいな今。そんな感じです。ドライヤーしたい。寝癖がついてる根元に。表面アイロンで綺麗にしてもさ、やっぱ根元に寝癖ついてるとさダメだ。
日寒そう。ちょっと寒くあれって思ってる。え、寒いかな。寒くあってほしいんだけど。あ、もう春の上着は着れないの？トレンチコート出したのに。でもさ、入学式の季節とかめっちゃみんなトレンチコート着てるイメージなんだけどな。朝だけ寒いんだ。明後日から寒くなる。春はどこから来るのだろう。春どこやりたい。春どこって難しいのかな、踊り。春どこやりたいな。一番好き NGT さんの歌で。この時間に起きるの珍しいの。いや、そんなこともないけどね。でも仕事がないっていうかあるけど、そのこの時間に起きるのはこの時間に起きる必要のある仕事がある時だけ。神戸の日雨降りそう。まあまあ問題ない、室内だし。それはね。フレンチトースト作らなきゃ。もうちょいしてから作ろう。日焼け止め塗ろうと思ったんだ。そうだ、日焼け止め塗るのもちょっと仕事だから行くね。いってらっしゃい。メールで送るよ、フレンチトーストの写真。やばい、歯、はあ、痛すぎる今日そういう日あるよね。なんでだろう、急に。朝から優雅にコーヒー入れようかな。頭痛の原因？確かにあり得る。コーヒー飲んでる？いいね。私が飲むコーヒーはあれだよ、このあのブレンディースティックの粉入れるやつだよ、ただの。いや、一時期っていうか初期の頃はね、バリスタあったんだけど家に。もうメンテナンスがめんどすぎて。
広島最高気温21度。それは何、それは どうなの、あ、ぬくいのかわからんな。21度ってなんだろう。暖かいど寝ぐるゆずきちゃいましたか。あるじゃない、暖かいんだ。カフェラトリーのキャラメルマキアートうまい。飲んでみる。ロンティーの上にパーカーで生きていける感じか。そうしよう。人より一個ぬくい格好したいんだよ、寒がりだから。20度のものを想像したらいい。20度のお風呂は冷たいけど半袖汗かく。ツイートしようとしてたんだ。待って、ナイス。昨日の夜しようとしようと思ったツイート、もう無理だと思って、明日の朝ツイ一個だけツイートさせて。ごめん、携帯見るね。完全受注生産で。おはようございますか。おはよう、おはよう、あ、グッドモーニングにしよう。ちょっとね、英語で書いてグローバル感を出していこう。完全受注生産で申し込みは3月22です。カンゴールなどを手が超アパレルブランドさんの商品にとのコラボ商品になるので品質も自信あります。ぜひ。
おはよう。赤リンゴ。フレンチトースト。やばい、ベロって粘膜？痛っ。おはよう。やばい、言うてもう8時だ。やばい、そろそろお腹空いてきたぞ。フレンチトースト今から食べるのって。そうだよ。え、旦那がまだ作ってない。早く作れよって多分思われてる今。私が朝起きて配信つけてすぐみんなフレンチトースト作ると思ってたから、30分経っても作ってないことに多分ビビってると思うんだよね。でもない？本当に？リンゴ。眠そうに見える？なんか携帯見てると寝てるって言われるんだよね。確かに寝ているように見えるか。ここで見よう。自撮りしてるように見える？
グッドモーニング、福田あかりデザイン、ジップパーカー&ロンティーはもうゲットしたかな。カンゴールなどを手掛ける超アパレルブランドさんとのコラボ商品なので、品質にも満足していただけるかと思います。私もレルで毎日着てるよ。いいのでは。ツイートします。ピッ。ツイートした。おはようみんな。あー、お腹すいたー。4枚も自撮り載せちゃったよ。よし、開ける前に塗ろう。モーニングルーティーン。日焼け止めを塗る。もう紫外線のエグさを感じてます。あ、すごい面白い、民族みたい。やば、髪の毛についた。でこでこ、なんかね、もうメンバーもね、コマニアロンティー結構買ってくれそうで嬉しい。よし、オケ丸。高いんでしょって。高くはない、普通の服屋さんの値段。
よし、あすごい UV してるわ。UV されてる。今日花粉どう？多いんだ。やばい。それは。困ったね。Have a nice day. Nice day.よし、8時になったらフレンチトースト作る。8時になったらフレンチトースト作りに行くわ。もう決めた。もうかなり強い意志で決めた。今決断するまで1時間もかかった。何よ、キッチンに行く、立ち上がること。お腹すいた。4時間悩んでもいいの？アイメイクはしない。あとで薬塗ろう。目のなんか花粉ブロックみたいのさ、なんかクリームみたいなのさ買ったの、目に塗る。でそれを塗るとなんか花粉ブロックされてる気がするんだよね。あ、すっごい頭悪かったね今の発言。花粉ブロックのやつしたらすごい花粉ブロックされてる気がするんだよねって、当たり前だよね。みんながいろいろ言ってくれてる。やっぱ頭回ってないから頭の中でコメント読んでほへーほへーほへーって思ってるだけ。
はよう。母のすっぴんがエモかった。何エモいって。味噌汁できた。あ、味噌汁作ってくれたの、ありがとう。昨日までの経験とか知識なんか無欲なだけ。風はいつも吹いすぎて。やっぱビギナー最近歌いすぎて、これコンサートでビギナーやるんじゃねえとか思われてそう。あとに何も知らんけど、残さないよ新しい道を探せ、人の地図を広げるの、伏せた目を開けた時ゼロになる。僕らは夢見てるか、未来を信じているか、怖いもの知らず海のほど知らぬ無抵抗のまま。ビギナーやったことないね。いまだに信じられないことがあって、公園で風は吹いている、やってたなって、いまだに信じられない。サイリウムが白緑から緑緑になってびっくり。あ、だよね、そうそう、変えたの1年ぐらい前かな、2年前かな。あと2分で行くぞキッチンに。俺はキッチンに行くぞ。キッチンはきちんと片付ける。そうだ、お仕事行きます。いってらっしゃい。よし、キッチン行くいます。よよ、行くぜ。怪盗少女。笑顔と歌声で世界を照らし出す。行くぜ、レッツゴー。桃色のハートを狙い撃ち、ラストミュージックに乗せて反抗を呼ぶクラス。一丁ごとあなたのそばでいただきます。無限に広がる作り方調べよう。
寒い、こっちの部屋。フレンチトーストレシピ。食パン、卵、牛乳、砂糖、バター。卵、牛乳、砂糖、バニラエッセンスをボウルに入れて卵液を作ります。はい。牛乳180、砂糖大さじ3、あ、牛乳って朝って感じするわ。バター、適量ってどれぐらい？初めてすぎてわからん、適量が。バターは何？後でいいのか。とりあえず砂糖大さじ3。激甘にしたい。はい、こんなもんかな。やっぱり砂糖買ってこなきゃないな、もう。おはよう。あ、バター焼くとき、なるほど。これをとりあえず混ぜる。お湯沸かしとこう、コーヒー作るために。これを混ぜます。耳が好きだからやだ。お皿に卵焼きを入れて食パンを浸します。500W の電子レンジで片面温め、ひっくり返し1分温めます。そしたら水と吸い込むんだって。
皿。パン何枚食べると思う？私2枚ぐらいいっちゃう？2枚いっとくか。でも厚切りだからな、これどう思う？1枚でいい？もったいなくないのがパン。でも1枚でいいよね多分。2枚いっとくか。いっちゃう。なんかサイズ感が。液足りないの？マジ？足りなかったら、とりあえず下少しずつ下していって足りるとこまでやるね。この卵液を。混ぜすぎて服にめっちゃ巻いた。キャー、パジャマでよかった。うーん、ショック。ほら卵が。まあいっか。あー、パジャマ昨日変えたばっかなのに。ショック。こういう時のエプロンなんだな。で、500、何、チンするんだっけ。チンしたら染み込むんだ。500W の電子レンジで1分温め、ひっくり返して1分温めます。そんなめんどくさいことを私にさせようとしてるんだ。みんなフレンチトーストってめっちゃめんどくさいわ。感謝しよう。作ってくれる人がいるんだったら。おはよう。まあでもこれで染み込むのが早くなるってことですね。意外と大変だよね。いや、そうなんだよね。ミルクティーを作ります。プレンディ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 スティマヨ。
こでひっくり返して確かに染み込んでるな。うわすごい裏技だ。液全然足りそう。片面1分ずつだって。バターは焼くとき、あ、バターで焼くんだ、油じゃなくて。終わったらバター乗せてフライパンに、で次パンを入れて5分間蒸し焼きだって。なるほどな。ちょっともう一回卵焼きに浸すか。待って、バター バターめっちゃたっぷりにしちゃったけど大丈夫？弱火で焼くんだって。じゃあちょっと投入するか。2枚も食べれないな、これボリュームすごい。 OK、 まあいいや、作ろう、作るだけ。卵焼きもったいないし。あ、蓋しなきゃいけない。5分ぐらい焼くって書いてあった。8時20分まで。
冷やしとけば食べたい時食べる。あ、そういうもんなの。仕事行ってくる。行ってらっしゃい。卵焼き無限に。パンこれ3枚分ぐらいはいけるかな。卵焼き高いだろうけども朝だからいいんだよ。ハートありがとう。暇だな焼いてる間。料理ハマっとるん？ハマっとるね結構。カリンゴ。はい。朝からツイッターに自撮り4枚も載せたんで。よかったら見といてください。メールはまだ送れないんだよ時間的に。卵焼き卵液って読むの。あ、そうなんだ。卵焼きって読んでたあれか、あのなんて言うんだっけ、そういうの重箱読みみたいな、なんて言うんだっけ、くん読み、くん読みのことはなんて言うんだっけ。それはくん読み、くんくん読み、なんて言うんだ、自由箱読みと、なんだっけ。なんだっけな、あ、ゆとう読み、ゆとう読み、そうだ。そうだそうだ。もうひっくり返していいか。お、いい、ちょうどいいかも。天才じゃん。ちゃんとレピシー通りに作るといい感じになるな。よし、チンするか。結構いい感じでしたよ、焼き目。弱火で蓋してじっくり焼くのがふわふわにするコツらしい。天才料理人だった。ミルクティーも。おはよう。あ、
よなら僕のベイビー、いつか君を忘れる、すぐに夜が明ける、どうか泣かないでおくれよ。おはよう。忘れてたの？なんか楽しみになってきたな。こんにちは。ミルクティーめっちゃお腹いっぱいになった。ちょっと失敗。こんにちは、こんにちは。高健鉄さんのチャンネルですね。YouTube 見てみるね。卵液、またね、またね。よし、もう良さそう。お、なんならちょっとやりすぎてる。えい。え、待って、やばい。うま。天才かもしらん。え、待って、やばい。天才だ。天才料理人だ。やばい。嫁に行けちゃうわ。待って、すごーい。綺麗に盛り付けよう。え、天才かもしれない。え、見てほしい。見て。じゃーん。これは強いだろう。にしてはいいんじゃないだろうか。天才料理人だ。
写真撮ろう。やばい、こだわり出しちゃった。こうあの、ね、メンバーからの DM のためにやってるのよ、これは。メンバーあの、ね、美味しい写真をの、美味しいご飯を載せるとね、ストーリーにメンバーから DM が来るわけ。そのアイドルから DM をもらうために頑張ってるのね。よし、ちょっと映えるかな、ストーリー。これね、背景をね、オレンジとか黄色にするとね、美味しそうに見えるんだよ。だからちょっと背景の色も変えて、朝から僕の勝ちだ。シェア。ちょっと見て、どう？ちょっと待って、今これでももう一個のパン焼いてるから、一回ここで食べてみるね。よし、いただきます。あ、ナイフがないから、ちょっとどうしよう、フォークで切れるかな。あ、いけるわ、柔らかいから。いただきます。あ、すごっ。おいしい。え、マジか。こんなにおいしいの？裏面の焼き具合もいい感じじゃない？やばい、切れない、ナイフが欲しい。うまっ。バターが、バターが効いてる。
インスタ見たらいい感じやろ。あ、ちょっと焦がしちゃった。まあ、いっか。ちょっと味に飽きてきたら、あ、蜂蜜と溶かしとこで、だいたい固まってるから、蜂蜜お湯、お湯、いやー、美味しい、めっちゃ。つかれんこん、え、待って、食べてほしい。はい、どうぞー。朝ごはん作ったんだから、どうですか。うん、ふわふわ、うまい。めちゃめちゃ美味しい。ニラパン、ニラパン。ほわほわ、最高。誕生日のぬいぐるみもらってた。あ、めっちゃでかいの持って帰ってたね。そうじゃん。
もいいかな。良さそう。じゃーん。天才かも。めっちゃ2枚目の方が成功してるわ。ちょっとあっち行くか。あ、待って、蜂蜜が。ちょっととりあえずあっち行くか。蜂蜜溶けたかな。あ、溶けてる。オッケー。ありがとうございます。机片付け。よし。よし、いただきます。
ご覧ください。このふわふわちゃんを、感動的だわ。いただきます。もう食べたけどね、1枚。蜂蜜ひっくり返しとこう。おお。染み込み具合がさっきよりいいかも。フレンチトースト苦手なの？じゃあ私が作ったやつを食べて。熱い。旬でる？あ、染み込んでるってこと？旬でる旬でる。よし、卵これで使い切ったし、嬉しいな。めっぱうまい。クレーマークレーマーっていう映画があるの？フレンチトースト。それがテーブル。そう、お皿熱くて。でもなんかちょっとみんなに見えた方がいいかなと思って。いや、床に置いて、床じゃない、テーブルに置けばいいんだけど。食事シーンってむずいんですよね、あのショールーム。テーブルと自分を映してでやると結構カメラ引かなきゃいけなくて、でもそしたらコメント欄がちょっと遠くなると見えないから難しいっていう。ひたひたパンうまい。でも確かにこれは朝ごはんだね。昨日の夜作ろうと思ったけど、朝にしてよかったかも。おはよう。すごいふわふわ。もうここ最近で結構料理頑張ってるよね。焼肉作ってフレンチトースト作って焼きそばも作って鍋もキムチ鍋とか作れるようになったし、結構ちゃんと1週間ぐらいはこなせそう。まあ
フレンチトーストにバニラアイスめっちゃ合う、めっちゃ合う、絶対合う。今クリーム欲しいもん。ちょっとふくちゃんの旦那になる人羨ましい。作らんよ、ショールーム以外で作らん。自分で食べたいなら自分で作りにさいって言うと思う。残念だけどね。バターつけた。ダメダメ、私はご飯が、まあ、嫁さんが作るものっていう考えには反対派だから、ダメダメ、最初からそういう洗脳をしていかないと。旦那にはご飯は自分で用意する。狩りの時の本能思い出せ、獲物は自分で取ってこい。共働き、共働きがいいな。一生仕事してたい私は。だから多分結婚しないと思う。イグアナと結婚するから。毎日米田で食べます。自分のお小遣いから出してね。お腹いっぱい、味変しよう。蜂蜜かけてみたけど若干あの固まってる蜂蜜だわこれ。このあと寝るの？いや普通に働く。え、もう9時になる？やば。めっちゃゆったりやってたな今日。なんなら今からあのフライパン洗いたいなと思ってるんだけど間に合うかな。9時半までには終わらないと。カチューシャの写真かわいいね、ありがとう。兵庫は葵竹野由美子の既読がついてる。フレンチトースト、渡辺夏希もついてる。起きてるなみんな。今村美月もついてる。早いなみんな起きるの。10万ポイント超えた、すごい。
仕事の時間大丈夫？大丈夫。あのちゃんと今日 の集合場所への徒歩での移動時間ももう Google マップで調べて逆算してこの時間に起きてるから大丈夫で、自分の性格的にダラダラ配信することを見越してるこの時間だから実際そうだし、アサリンゴ、Google マップってさ、 Google マップってか Google 検索ってすごいよね。だってさ、例えばなんとか駅からなんとか駅、駅じゃなくてもよ、例えばなんだろうな、まあ、例えばエディオン神谷町ホールで公演があるとして、でもパルコのタワレコにも行きたい、でも広島初めて来た人は歩いてどれぐらいかかるかわからんじゃん、近いって言われても、そういう時とかあのエディオン神谷町店からパルコ広島店までって入れたら歩いたら何分かかるか時間出るじゃないですか、とかもうちょっと遠くても広島駅から何パルコ広島店までって入れたら電車だったら何分、タクシーだったら何分、あの歩いたら何分みたいな出るじゃないですか。あれ本当にすごいよね、めちゃくちゃ便利だよね。あの機能ない時代だったら私無理だわ、本当に。私携帯の機能1個しか使えないってなったら電話もメールも LINE も別にいらないから、あの Google 乗り換え案内っていうんですかね、あの Google のあの何々駅から何々駅までっていう機能だけ、あれだけは絶対に死守しようと思う。俺の徒歩は早いぜウケる。しかも私結構多分平均的な歩く速度だったと思うんだけど、ちゃんとその時間通りに着くんだよな。わかる、 Google マップなかったら生きていけない、わかるわかる、そうなんだよね。新しい街へ行くと今欲しいものはここにあるよと教えてくれる、すげえなんか映画のサブタイトルみたいなコメント。Google 乗り換え案内ってすごいな、本当に感謝。とんでもない狭い道を取ることになるから車の時は気をつけてる。あ、そうなんだ。そっか。緑にありがとう。タタ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 。自宅から広島まで徒歩だと途中船に乗って152時間かかるらしい。やば。いやでもさ、江戸時代とかだったらさ電車飛行機とかないじゃん、だからさ
ね、152時間歩くしかないってことでしょ。マジ旅行って本当人生命かけた大決断だね。昔の時代って今はさ、まあ、2日くらい休みあったら適当にピッとどっか行くかみたいになるけどさ、もうそう考えたら昔の時代は旅行イコール割と死を覚悟しなきゃいけないと思ういうぐらいのさものだよね。一世一代のそんな何回も行けるもんじゃないよね人生で。おはよう。そう、人生の中でも結構賭けっていうか大事だよね。そんな感じする。命がけのお医者参り、あーでも確かに遣通使だとかなるともうそれこそ本当ね死にに行くみたいなもんだもんな。パスコダガマすごいね。すごいよ、みんながなんか江戸時代に思いを馳せてる。そう、香川のこんぴらさんとかでもだから人間が行くと死ぬから死にかねんから道中で犬の首にお賽銭と、この子はあのこんぴらさんにお参りに行かせてますっていうなんか手紙みたいなのを犬の首にくっつけて犬に行かしてたみたいな。マジって思うんだけど、いや家から家で犬で、ね、行かせるって言ってもさ、家からさどうやってコンピラまで行くん。犬の脳みそには Google マップがあるのか。その話を聞いてさ、なんか素晴らしいお話みたいな、エモいみたいな感じになってるけど無理だよね実際問題。そんなわけないよね。帰ってこられんのと思うよね。そうなんだよ。だから多分、まあ都市伝説なんだろうけど、結構有名な話だから、しかもなんか、コンピラさんに行くと看板に書いてあるのよ。なんか犬の銅像みたいなのあって、なんか昔は犬に行かせてたよ、みたいな。人間が行くと大変だから。本当にって思うんだけどな。道わかるわけないじゃんね。ご近所さんならねまだねいいし、でもご近所さんなら犬に行かせる必要ないじゃん、自分で行けばいいから。ってことは犬に行かせる人はめっちゃ多分家が遠い人じゃないですか。カリンゴタクヤン行ったことないはずだけど、犬をそこに行かせてちゃんと帰って来させるっていうことが本当にできたのかって言われたら、私はちょっとできてないと思うんだよね。どうなんだろう。ちょっと疑ってます。電車バトでも帰ることしかできない。あ、そうなんだ。四国遍路も死を覚悟した人が回ってた。いやそうだよね。私この令和の時代でも四国遍路とかしたら信じる自信ある。本当に犬行ったのかな。お遍路気になる。お遍路じゃない、お宮参り。八甲みたいなもの。賢いってこと。あー、コンピラに行く別の人に連れ添って。あ、そういうことだ。連れてってもらってんのか、大変だな。はい、でも人んちの犬預けられてコンピラ行く人も大変だな、そりゃ、ね、犬守んなきゃみたいな。だってさ、人んちの子供見たくないじゃん基本、責任が生じるから。
わかる？私将来自分子供いるかいないか知らんけど、今想像でしか子育てわかんないけど、人んちの子供見れるお母さんすごいなと思うもん。もう私絶対見てらんない。それでさ、キャーとか言ってさ、頭ゴンとかになってさ、なんで見ててくれなかったのとか言われたら、もう私泣いちゃう自信がある。犬も大事じゃん。だってすごいよ。自分で行けないから行かす距離の遠さを人んちの犬連れて歩くってことでしょ。大変だ。犬を預けるならその人に手紙預ければ。え、確かに確かに。犬預けずにお財布と手紙だけ預けて参ってもらえばいい。確かに犬行かす意味何。犬行かさんでいいな。その間犬に会えないから寂しいし。え、確かに犬いらないな。犬家にいたらいいじゃんね。危ないし。その行く人にお賽銭私の分もやっといてって言えばいいもんね。え、確かに。うわー、ほんとだ。気づいちゃったね、これは。おもろ。ちょっと後で調べよう。面白すぎる、この話。え、だって家にいないの寂しくない？今までずっと暮らしてたんだったら一緒に。ね。預けたくないよね。犬しか通れない道があるのかもよ。絶対違う。そんな理由じゃない。絶対に。調べてみる。分かったら教えてあげるわ、また。いや、犬が参ってたのかな、本当に。でも賢いけど、犬って確かにね。確かに賢いけど、そこまでではないと思うんだよね。気になるわ。祈りたい対象に祈れば通じる。あ、そうなの。とりあえず祈っとけばいい。気持ちが大事ってこと。人間の第二三杯がダメ。あー、なるほどね。ありそう。へー、はよ。面白いな、世の中。さ、皿洗おう。てかこの最後のフレンチソースはラップして冷蔵庫に入れとこう。食べれない。お腹いっぱいすぎる。よいしょ。フライパンだけ洗っとこう。油が気になる。コンピタさん行くって首輪つけてると道中の人が世話してくれる。そうなの。優しいね。そんな優しい世界だったんだ。助け合いの心的なやつかな。
え、でもさ、コンピラのね、近くに、コンピラさんの近くの道中はまだわかるよ。コンピラ前に慣れてる、あの、ご近所さんが多いだろうから。だけど、家の付近はいけるの？家の付近も大丈夫なの？それは。やばい、ちょっとひねくれてるかな。家の付近も行けるのかな。その香川県に入ればまあ行けるだろうけど、例えば東北とかから来たとして、東北、家出てから東北ぐらいの時はなんか、ま、困惑するんじゃん。え、コンピラって何みたいな。どうなんだろう、気になるな。コンピラに行きたいって書いてるけど、大きな街道で犬を放せばなんとかなるのかな。犬をリリースするタイミングどうなんだろう。もう犬とバイバイする瞬間みたいな、そのあと1メートル一緒にいようとかなってさ、結局一緒に最後まで行っちゃうとかなんないのかな。てか犬って関所通れるんだろうか。気になる。の情報網はすごい。おはよう。気になるな、いろいろね。しかもそれで帰ってくるのはどうやってやるんだろう。コンピラまではじゃあ行ったとするよ。首にコンピラまでって書いてたら、コンピラの方面誰か知ってる人になんか連れてってもらえる。わかる。じゃあそこはもう行けたとしよう。帰り住所書いてるってこと？でもいつ帰ってくるかわかんないから、例えばさ、何々国のさ、何々藩の関所まで迎えに行きますって書いてしても、だから何々藩の関所までこいつを送り届けてくださいって書いててもいつ帰ってくるかわかんないから、毎日そこで待つってこと？それ犬絶対生きて帰ってこれない気がするんだけど、大丈夫かな？大事な愛犬を。でもそれぐらいお宮参りが重要だったってことなのかな。フレンチトースト食べます。私が作ったやつじゃん。ついてる苦しろで香川県犬だらけになる。確かに。面白いな。歴史って面白いね。おはようございます。
って意外と人いるんだな。夜と変わらないぐらいいるよね。いつも夜も2時間で1万人ぐらいだから、意外。みんなあれかな、朝の準備中とかにラジオみたいに聞いてくださってるのかな。だとしたらなんかよくわかんない話してて申し訳ない。いやーとかうわー卵ーみたいな、え、何卵液、卵液、重箱読みじゃねとか言ってる。コンピラ系養成所あんたかな、何でもビジネスにしてそうだもんね、江戸時代。ちゃんとこうやって活動してるんだけど、あのフレンチトーストを作るって楽しいな、なんかちゃんと人間してるって感じがして。いやでも今日大変なんだよな、頑張ろう。鍋洗った、鍋じゃない、フライパン洗った。よいしょ、歯磨きすっか。コロナ感染1位、あら大丈夫。
おた。着替えなきゃ。鏡いらないか。メガネは入れとこう一応。水。フレンチトースト終わってしまったでしょうか。終わってもた。リアル視聴者1146人。え？そんなにいるの？めっちゃ100人ぐらいだと思ってやってるんだけど、いつも。じゃあ 1から全部1146までやるか。数字人数数えるときのやつね。1。10本アニメみたいになろうや。あ、1から50出ない。あ、じゃあ51 51。テンコ取ってるよ。1100何本までしかないんだって。全然順番通りに行ってくんないし。おもろ。テンコ無理やな。まあ当たり前か。ありがとうみんな。うファンになったらランキング読んで終わります。
こんなに。大好きだ、君が大好きだ。願い事の持ち腐れ。よいしょ。すごいメドレー、一曲だけ STU の曲が混ざったの分かりました。制服がこんなに重たいものだなんて。脱いだ自分が今初めて分かったんだ。おはよう。クラッカーありがとうね。STU が思い出しました。確かに、寒いかな。ロンT着て分厚めの上着着ればいい。トレーナーの方がいいかな。花粉症の薬だろ。めっちゃいいんだよ。意外となんかね、効くわけねえだろって思ってたんですよ。このまぶたにクリームを塗ろうが。おはよう。だけど意外と効く。ちょっと 目の油分を取って、気温差あるよ今日。そうだよね。目薬もさせる。いや、資生堂の企業努力すごいわ。でもこれさ、薬局結構巡ったけど売ってなくて、クールタイプしか買えなかったの。これクールタイプがさ、私目かきむしってるからめっちゃヒリヒリするんだよね。だから1分ぐらい地獄なんですけど、買う人はこのクールタイプじゃないやつを買ってください。すごいスースーして地獄なんですよね。1分ぐらいこの胃肌のこれだけど、めっちゃ効く気がする。グッド。帽子どれにしよっかな。暖房消すか。
今年はジャパハリにしよう。ジャパハリに。ロンティー何にしよっかな。猫マニアにするか、迷う。迷うな。昨日も来たからな。ひばりくんにしよう。ひばりくんにして、ネックレスはいつものやつでいいか。よいしょ。今日はひばりくんにしました。あ、でもズボンチェックだから帽子迷彩うるさいかな。まあいっか、どうせ日よけ出したらの。アリちゃんがくれたやつにしよう。アリンコ、アリンコハンカチ。支配された鎖は引きちぎろう。オッケー、よし、もう出れる。ファンになったらランキング読む。あ、もうファンだ。ランキング読みます。13位から近いし、ありがとう。カウキー、ありがとう。ユナニータ、ありがとう。フクチャンス、ありがとう。クロシロ、ありがとう。ヤシゲキ、フレンチトーストができるなんてすごいね。クマゲットに向けて全力で頑張ろう。いやー、星泣けましたみたいな。久々にそういうねの空気感する。ありがとう。テリピー、ありがとう。ブーちゃん、かわいすぎ、いらすぎ、素敵な一日になるよ。一日中になってるよ。いってらっしゃい、出勤。いってらっしゃい、出勤。もう造語がすごいんよ。ありがとう。いってらっしゃい。アニヤシ、天才料理人現る。美味しくできてよかったね。気をつけて、いってらっしゃい。ではでは、天才料理人でした。ありがとう。かんちゃん、ありがとう。わかれます先生、ありがとう。パンパン。みけちゃん、ありがとう。てるちゃん、ありがとう。よいしょ。というわけで、私が福田はって言ったらスターチって言ってください。アニアサと福田はスターチ。サンデーのメッシュはどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。今日も一日ありがとうございましたじゃない、今日も一日頑張るぞ。えいえい、おお疲れんこんです。朝からすごいドラドラ配信してしまったけど、まあいいでしょう。夜多分今日配信できないんで、また明日ということでメール送ります。 Twitter も更新したのでよかったら見ておいてください。じゃあみんな行ってらっしゃいね。頑張って、今日も仕事とかいろいろあると思うけど、お互い頑張りましょう。ありがとうございました。バイバイ。あ、そうか、自分で切らなきゃ切れないんだった。バイバイ。